断られた。ありますよ、新春からあの芸人の方から写真撮りましょうかって言って断られるパターン。誰か一緒に撮ってくれる。恥ずかしい、恥ずかしいよあなた。よろしくお願いしますね。あ、どうぞどうぞ、よさいね。ヨドバシ博多ってハッシュタグもありますね、よかったらね、あのつけてなんか SNS とかで。ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、あ、どうもどうも、ありがとうございます。ああ、知ってるのかな、知ってるのかな、ね、いや、覚えてください、ね、ここにもね、はい、しっかりとわあ、すごい、プロフィールも書いていただいておりますけれども、すごいな。そうなんだ、から吉本興業所属って書いてますよ、うん、ね、本当だ。もう正式にあの吉本興業からこの、ね、マネージメント受けてきてますから。そうです、そうですね。まずは闇営業で来てますね、今日ね。本間さんも闇営業。まずはもう吉本辞めてるから。ああ、そうなんですね、うん、完全に辞めてるから。あ、そうなんですね。だからもうほら、退社しって書いてあるね。吉本の先輩なんですよ。そう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 、ね、こういう吉本一期生で、だいぶ後輩です、僕ら。あれがね、あの吉本辞めた件か知らんけど、お年玉くれやったね。あ、確かにな、ね、今日毎年くれてたんですよ。楽屋ご挨拶行ったのね、言って花丸大吉さんとも同期の吉本源さん、やっぱもうお年玉くれるんですよ。帰る時か、帰る時だ。いやいや、私もよろしくねっつってここへ、この後一緒になる機会があるから、ここでくれるんか。財布もね、多分持ってきてたから、この後一緒になった時にわー入ってくれるんや、この後マンさんに我々お年玉もらえると思います。ありがとうございます、ありがとうございます。マンさんにくれるん、マンさんにくれるんです。ありがとうございます。嬉しいですね、新春からちょっといいことすぎる。いや、もう新春から1万円ずつもらえるなんて、ね、いや、金額まで嬉しいな。金額まで提示する後輩、感じ悪い後輩じゃん、あなた。まあ、冗談ですからね。でも本当にくれるのがマンさんなんですよ。いやいや、冗談じゃないやんか。ちょっと本当っぽく言っとるやんぜひね、覚えて帰ってください。メガモッツというコンビ でやっております。2人とも福岡出身の芸人でございまして、私メガモッツの池内と申しますが、はい、池内の方が福岡市早良区出身でございます。そこそこのシティボーイなの。そう、都会だから。彼がちょっと田舎の方出身でございまして、福岡でも田舎の方なんですよ。福岡県の筑豊地区ってところ出身なんですよ。ご存知ですね。どこいるんだよな、喜ぶ来るよ、博多駅。花宝郡ってところ出身なんですよ。そう、知ってます。田舎なんだよ、ね、花宝郡の京泉町ってとこ出身。知ってます、知ってます、知ってる、嬉しい。京泉町の泉川岡団地ってとこ出身。知ってる、知ってます。泉川岡団地の103号室です。バカじゃないですか、バカじゃないですか。誰も興味ないよ。興味ないかもしれんけど、090-835-1。大丈夫って、俺の情報全部個人情報なのよ。帰りに彼のマイナンバーを配りたい。好きに使っていただいて。どんなイベントだ、俺のマイナンバー配るイベント。よろしくお願いします。どんな、よろしくお願いします。まあ、福岡の皆さんだったらピンとくると思うんですけど、はいはい、彼出身の筑豊地区はね、生産量日本一のものがありますよね。わかります、はい、日本一。あら、皆さんピンときてる。なんで地元のあなたがピンとこないですか。あるやん。いや、地元でも、もう思い浮かばってことは多分ないのよ。いや、あるよ。米とか野菜は田舎やから結構取れるんですよ。やっぱ日本一じゃない。ある。正解は、筑豊はヤンキーの生産でも日本一じゃない。え、悪口じゃねえか。悪口じゃないよ。すいません、僕のお母さんも静かにうなずくのやめてもらっていいです。確かに多いで。毎年何万トンも取られてるんです。トンで数えるのやめて。ヤンキーは人で数えるもんだ。いや、僕ね、筑豊のヤンキーが大好きなんですよ。ヤンキーが好き。そう。だからこういう話をしてるんですよ。好きだって皆さん、筑豊のヤンキーって可愛いでしょ。ヤンキーは怖いでしょ。いやいや、かわいいって。この地方でヤンキーに絡まれたことあるけど、うん、いや、怖かった。いや、かわいいって。かわいい。じゃあ、例えば街中で喧嘩を売られました、東京のヤンキーはなんて言い返す。え、東京のヤンキーだったら怒ります。何言ってんだこれって言うでしょ。怖い。皆さん、地方のヤンキーは何時いいよんかんちゃん。かわいいっすね。かわいい。どうしたの、やらしい。いや、赤ちゃんやらしてるわけじゃない。違う、地方のヤンキー赤ちゃんやらしてるわけじゃないんですよ。なんちよんかちゃじゃないんですよ。博多弁ともちょっと違う方言ですね。筑豊弁って言って、なんとかチャーとかなんとか焼きってつけるんです。これだけじゃない。何よ。レストランに行きました。レストラン。お茶が全然出てこない。はいはい、東京のヤンキーはなんて言う。あ、東京のヤンキーだったらお茶出てこないと怒る。おい、お茶さっさと持ってこいよ。って言うでしょ。皆さん、筑豊は、おい、チャーチャッチャ持ってこいちゃ。チャー多いな。お茶どう入ってる。いや、出てこないっすよ。何よお前、トップトップなろうがチャー。バカにしてるでしょ、完全に。
あんた地元のうちの地元のヤンキーを。そんな筑豊出身の中川どうけど。どんな筑豊出身なんですか。メガモンツでやってますんでね、覚えて帰ってください。だから覚えていただくためにも、芸人ですからなんかこう一芸をねパッと披露して、それで覚えてもらうみたいなのがいいんじゃないですか。はい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 。じゃあ、はい、立派なマイクありますので、はいはい、ね。もう1月2日新春ですんで、うん、ちょっと皆さんの前で歌を披露させていただいても、歌結構うまいんですよ、芸人の中では。本当に上手なんですよ。どうですか、歌を披露させていただいてもいいですか。ありがとうございます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 。本当に上手なんですよ。ありがとうございます。ちょっとメガネ取っていただきます。メガネ天童よしみさんそっくりなんですよ。顔張ってるやん。天童よしみさんに失礼やろ、あんた。いやでも本当に上手なんですよ。じゃあもう一番得意なやつ歌ったらいいよ。まあ、やっぱその一番得意、やっぱキーが高いのが出るのがやっぱ一番盛り上がると思うんで。いつもほら歌う。プリキュアの歌歌ってない。歌ってないよ。え？プリキュアの歌歌うわけないじゃん。じゃあもう一番得意なやつ歌って。一番得意なやつ歌っていい？はいはい、僕ね、チューブ、うん、わかります？あれね。ね、キーが高いんですよ。はい、あれをもう原曲キーで歌う。おお、すごいやん。そう。じゃあもうぜひ歌って。あ、うまかったらぜひ拍手をお願いいたします。はい。じゃあお願いします。じゃあチューブです。さよならイエス。あ、名曲。ごめんね、許さない。大嫌いでも大好きよ。矛盾だけに正直だった。さよなら、イエスタデイ。気持ちいいか。いいとこだけ歌うの。あんたいいとこだけ取って歌うのよ。皆さんも拍手こっちにするのやめてもらっていいですか。違うんですよ。ごめん、俺の中の前田信輝が暴走して、チューブのボーカル前田信輝を抑えてください。どうぞどうぞ。私の特技、じゃあもう歌変えます。はい、ガラスのメモリーです。ああ、元気になってます。恋して焦がれてあなたに一途だったあの頃、今でも月をキラキラガラスのメモリー。急に返してくんなよ。急にパッて戻してくんなよ。もういいやん。え、俺の中の前田敦子が暴走。前田敦子関係ないだろ。せめて前田信輝出てこい。ごめんごめん、もう邪魔せんか。一番有名なやつ、あー夏休み、これ歌わせるけど、もう聞いたらみんなわかる。It's alright、 だいたっていいじゃない、焦げた素肌に。夏休み、ちょいと泳ぎ、疲れ胸にくるみ、べーや、もう忙しいな。忙しいよ。とても爆笑、喜んでいただけて何よりですよ、ね。ごめん、本当邪魔せんか。俺の特技、前田は抑えて、抑えてください。お願いします。じゃあね、最後じゃあもう夏を抱きしめてと歌わせてください。この恋感じて。君と二人で夏を抱きしめて、勝手にハモってこんで。いや、いいやん。カラオケとかでもいっちゃん嫌い、勝手にハモってくるやつ。相手の前に取って、あなたの歌を引き立てるためのハモりやから。そうなん。そうよ。じゃあ俺拍手もらえる。もちろんそうですよ。本当。うん、あくまでもハモりやから。頼む。うん、じゃあハモりは OK するわ。わかりました、ね、ちゃんとやって、うん、じゃあ行きます。お願いします。この恋感じて、君と二人で夏を抱きしめて、この気持ちは止められない、好きだよ。手を恋人として見せてくるな。気持ち悪いな。コンビなんやからってどういうことや、もうね、そういう関係なんですよ僕ら。そういう関係ってね。言い訳にしろ。どうもありがとうございました。Thank you.